やばい、遅刻ギリギリ。でも間に合う、あと5秒ある。指紋で打刻さえ間に合えばお咎めなしにできる。お世話になっております、マサルです。今回はユーザー認証について一緒に勉強していきましょう。シャープ8で話した内容なんですが、認証は大きく2つに分かれます。エンティティ認証とメッセージ認証です。エンティティ認証は人や物が正規のものであるかを確認します。メッセージ認証はデータやメッセージが正規のものであるかを確認します。今回はエンティティ認証の中のユーザー認証について一緒に勉強していきましょう。最後まで動画楽しんでいってください。まずエンティティ認証についてお話をする前に、このキーワードを紹介させてください。それは AAA 制御です。 AAA 制御とはアクセス制御をするための基本要素です。オーセンティケーション、認証、オーソリゼーション、認可、アカウンティング、記録です。認証はエンティティ認証を思い浮かべてください。本物、本人であることを確認します。認可はアクセス権の付与を思い浮かべてください。アクセスしていいフォルダー、アクセスできないフォルダーなど権限を確認します。最後の記録はログを思い浮かべてください。情報をログに残すことはとても重要です。認証を勉強すると必ずこの AAA という単語出てきますので、 AAA とはアクセス制御をするための基本要素であるとしっかり覚えておきましょう。ここからは最初の A、 オーセンティケーション、認証について学んでいきます。エンティティ認証の代表例はユーザー認証、サーバー認証、クライアント認証などがあります。ユーザー認証はイメージしやすいですよね。本人であることの確認をすることです。サーバー認証は接続先のサーバーが正規のサーバーであることを確認します。最後のクライアント認証は接続してくる端末が正規の端末であることを確認します。エンティティ認証の代表はこの3つです。どれも人だったり物を認証してますよね。今回勉強するユーザー認証はエンティティ認証の中の一つです。それではユーザー認証の代表例を見ていきましょう。代表的なものはパスワード認証、所有物での認証、バイオメトリクス認証です。まずはパスワード認証を見ていきます。パスワード認証は皆さんよく使ってますよね。ユーザー ID とパスワードを使って認証する方法です。情報を知っていることで本人であることを証明します。本人しか知らない知識で本人であることを証明するということです。パスワード認証をする場合には自分以外の人にパスワードを知られないようにすることが大切です。パスワードが漏洩しないように気をつけましょう。また推測されやすいパスワードを使ってもいけません。パスワードというパスワードを使ったり、数字だけのものを使ったり、推測されやすいものは使わないように注意します。次に所有物での認証。本人しか知らないもので本人であることを証明します。会社にいるときによくカードを首にぶら下げたりしますよね。それが IC カードになっていて、社内に出入りすることができたり、パソコンを起動する鍵になったりすることもあります。このように所有物を持っていることで本人であることを証明する方法が所有物での認証です。所有物での認証では対担保性という言葉を覚えておきましょう。この対担保性はよく試験で出てくる言葉です。所有物による認証をするときには USB トークンであったり IC カードを使うことがあります。それらの機器の中には本人であることを示す秘密の情報が入っています。そうなるとその機器を分解したり調査することで秘密の情報が盗まれてしまう可能性があります。なので所有物での認証を行う場合は、利用する機器が分解、調査などによって秘密の情報が取られないようにする体制がなければなりません。このような体制のことを対担保性と言います。ちなみに担保というのは改ざんする、勝手に変更するという意味があります。勝手に改ざん、勝手に変更されることに耐性があることが対担保性です。最後はバイオメトリクス認証です。本人しか持っていない生体情報で本人であることを証明します。代表例は指紋認証、静脈認証、虹彩認証などです。それぞれの偽造への耐性と利用コストを表にするとこのようになります。
今のところ静脈認証が一番偽造への耐性は強いそうです。そして生体認証でよく出てくるキーワードもここで学習しておきましょう。 FRR と FAR です。 FRR は本人拒否率、 FAR は他人受け入れ率です。生体情報を使って識別する場合は 100% の確率で確実に識別することができないというデメリットがあります。冒頭では本人なのに指紋認証でエラーが出てしまっていましたよね。皆さんもきっと FRR の経験があるのではないでしょうか。本人であるのにもかかわらず他人と判定されて拒否される、もしくは他人なのに本人であると許可されてしまう、これらの誤り率を FRR、FAR と言います。この2つの値はバランスを取ることが大切です。セキュリティを重視して判定を厳しくすると本人拒否率が高くなり業務効率が下がってしまいます。業務効率を重視して判定を優しくすると他人受け入れ率が高くなり、なりすましが発生する可能性が出てきます。この2つの誤り率を同時に引き下げることができたらいいのですが、この2つは表裏一体なのでそうはいきません。運用に沿ったバランスを見つけることが大切です。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。まず今回は AAA についてお話ししました。オーセンティケーション認証、オーソリゼーション認可、アカウンティング記録です。この AAA はアクセス営業をするための基本要素です。認証の一つとしてエンティティ認証を取り上げて代表例を紹介しました。エンティティ認証の代表例はユーザー認証、サーバー認証、クライアント認証です。今回はエンティティ認証の中でもユーザー認証についてお話ししていきました。代表例はパスワード認証、所有物での認証、バイオメトリクス認証です。パスワード認証の注意点は、他の人にパスワードが知られないようにすること。所有物での認証の注意点は、再担保性のあるものを用意すること。バイオメトリクス認証では、FRR と FAR のバランスが大切だという話をしました。今回から少しずつ試験対策っぽい話ができてきたなと思っています。これからもこのシリーズでは、試験士合格に向けて価値ある情報を発信していきますのでよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上です。この動画気に入っていただければ高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。あとはもし友達で試験士の勉強を頑張っている人がいれば、その人にもこの動画をシェアしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。